皆さんこんにちは。こんにちは、進撃の歴史旅信政の野望の YouTube ライブです。よろしくお願いします。今回は、ゲストに山本武の御事さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと山本さんめっちゃ忙しそうなところなんですけど、本当にありがとうございます。忙しい中とんでもないです。こんなに呼んでいただけるなんて身に余る光栄でございます。いや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 、もう一度頑張りますんで、もうしばらく、はい、温かい目でお願いいたします。お願いします。この間のクイズ企画もありがとうございました。いや、もう本当に優しい、進撃さんの心の優しさが見えたようなクイズ番組になりました進撃さんのあれが基準になりました。いや、ちょっと最初からやりすぎましたね僕。さあ、ということで今日なんですけども、テーマが一応日本神話と阿波とアーク伝説ということなんですけども、はい、今回僕がちょっと山本さんをゲストに呼んだのには理由がありまして、はいはいはい、まあ阿波説僕もここまでずっと注目してやってきたんですけども、はい、その中でもいろいろと細かく分かれているじゃないですか、阿波説と一言で言っても。でちょっとその辺を整理したくてですね。でまあ、邪馬台国は阿波だったラジオにも何度か出させていただいたんですけど、あそこやっぱりゲストさんが話すのが中心で、僕も毎回見てるんですけど、自分が出てるやつ以外も。ああ、ありがとうございます。はい。そう、全部見てるんですけど、なかなか山本さんがのこう、なんですか、自身の説をこう、ゆっくり話す機会がやっぱ番組の中ではないじゃないですか。そう。で、僕改めてちょっと山本さんがどういう説自説を持ってるのかっていうところとかをちょっと聞きながら今日進めていこうかなと。ありがとうございます、はい、語りたいことはあるんですけど、なかなかまあ言うても僕まだ若輩の諸先輩ほど研究も勉強もしてませんが、いろいろ思うところはあるんですけど、なのでちょっとそういうところを聞きながらやっていこうと思います。はい、はい、じゃあ早速一つ目いこうと思うんですけど、まず阿波説の基本的なところで、まあ大和の元が阿波で、でそこから奈良に移っていったっていうところは、はい、まあ、まずここはどの阿波説の方も共通項なのかなと思うんですけど、まあ、土台はそうですよね。ただそれがいつ移っていったのかっていうところはおそらく人によって様々あると思うんですよ。でまずここについて山本さん自身はいつ移っていったかっていうところ、どのようにお考えですか？ありがとうございます。やんわり説明しますと、まあ阿波国古代研究さんとか阿波古事記研究会さんとか吉野愛研究会さんとかいろんな団体があって、そこのちょっと考え方が違うんです。私の中ではですね、まあ阿波の一族が、まあ、インベ一族とアマベ一族が手を取り合っていろんなところで日本国を作り、これは結構早めから言ってるんですけど、私は地頭ぐらいまでは徳島でいたんじゃないのかなと私は勝手に思っております。でなぜかというと、最近県外の方がこういろんな状況証拠を積み重ねてお話しくださるんですけども、合理的に考えたらもちろん早めからインビアもいろんなとこ行かれとるんですけども、その中でも最終的に天皇家が移ったっていうのはそんな早い時期ではないんじゃないかなと思って、まあ、古事記に沿ってお話される先生方は古事記の通り神武が統制していったんじゃという方もいらっしゃったり、古史古伝とか神社仏閣からいろいろ調べられて、やっぱりこれぐらいまでおったんじゃないかと言われる方がいらっしゃった。伊勢神宮とかともつながるんですけど、私はそんな一択で早めにどんどん行ったんではないと、それについてもいろいろと後から喋りたいことがございます。ちなみに持統天皇頃までが阿波に天皇がいたんじゃないかっていうことなんですけど、その根拠とかっていうのは何かあるんですか？これがもう根拠と言われるとあれなんですけども、まあ、最近読んでこの笹田先生の本、あと藤井先生の本、いろんな方の本を読んでそうじゃないかなと。ちょっと話が飛びますけど、つながるんでいいですか？大丈夫ですよ。昨日は徳島の麦の方の八幡神社ですね、はい、祭りに行ってて、その流れで海部の方の博物館行ってきた、はいはい、そこの館長、まあまあ単純に言うと芝遺跡はじめ、最近あちらにも結構古墳が出てきてます、はい、という話を聞いた時に、まあコロクさんっていう有名な徳島のブロガーが南の方の方で、その方は慶太天皇の殿を福井とかじゃなくてこっちの方だよっていう風な説を唱えられた方がいらっしゃって、へー、もう進撃さんもそれはちょっとさすがに言い過ぎ感じ。いや、ちょっとそれは初めてだったので、
そんな説があるんだって今ちょっと驚きました。その方は昔から有名なブロガー、私も邪馬台国アダッタのラジオに出ていただきたいと思って、3人ぐらいなかなか出ていただけない、こだわりの強すぎる諸先輩先生方がいらっしゃる。その方々個人単体でやられてて、まあいろんな団体に属さずやられてるんです。結構有名なブロガーの方、はい、もちろんその、その記載もあるんですけども、日本三大祇園というのが一つがまあ海南から、一つが広島に、一つがまあ京都だっていうことをよく話すんですけども、関船っていうまあだんじりみたいな船を引くんがあるんですけども、そこで神宮高校の話もあって、真っ赤にまあ朱で塗った赤い船とかも今まだ飾ってる、10月20日にそれをまだだんじりとして6台とか7台とか地域ごとに持ってきて引く祭りがあるんですけども、あんまり有名じゃないんです。そこまあ地名も鞆の浦って言います。南の方で、まあまあ阿南っていう方もいらっしゃいますが、もうちょっと南からそういう祇園が始まってる地域もあるし、そういう船を引いたりするのもあるし、神宮高校のあれも伝説もあるし、まあ、携帯電話の伝説もあるし、もっと南の方も西の方も徳島いろんなところでいろんなことが起こりすぎてるんで、僕の中でまとめきれてないんですけども、ただなんとなくニュアンス的にはその新社であったりをいろんなところと貿易の取引してたりして、徳島からいろんなものが伝わっていったと合わせて、天皇家も結構の長い時期は来たんじゃないかなと。あら、ありがとうございます。じゃあ、次なんですけど、じゃあその大和の元が阿波だったっていうところで、まあ山本さんは地頭ぐらい、まあ地頭じゃ、うん、ぐらいまでそうなんじゃないかっていうことなんですけども、はい、まあ阿波でいうと他にも古代史邪馬台国とか、あとその先ほどの剣山のアーク伝説とかありますよね。でこの辺りも、まあ、山本さんに前伺った時には、そのやっぱ人によってアークとその日本の危機の神話が紐解けるって話は別物だっておっしゃってる方もいれば、邪馬台国とアークも別物だっておっしゃってる方もいればみたいな、その辺も結構人によってバラバラだというような話を伺ったんですけども、この辺りは山本さんはどのようにお考えですか？もうそんな僕にお考えですかって言われたらちょっと困るんですけども、フランクが、いや、僕はですね、進撃さんとか、皆さんの YouTube 見ながら、僕の中で一番腑に落ちとるのは、もともと、縄文人が、火山の大噴火で、住めなくなって、シュメール、メソポタミア、エジプト、イスラエル、ギリシャから帰ってきたっていうのが、なんとなくつじつま、私の中で合ってるんです。なぜかというと、まあ他の、僕、北野さんなんですけど、一緒の町内に、北野さんって、ちょっと年上の人が、これどこにも属さず一人でやられるんですけども、はい、この方がセラピスト、まあ、整体師なんで、足の形とか顔の形とかよく見られるんですね。うんうん、エジプト型かギリシャ型かって分かれるみたいな、あとスクエアっていう分とで分かれるんですけども、うん、ギリシャ型が徳島に多いとかですね、うん、いろんなことを教えていただいて、その方も、もう、まあ言ったら、安徳天皇が僕ら徳島に逃げ込んできたと信じておるんですね。やっぱりこう、何かがあって逃げ込むときって、やっぱり絶対自分の故郷か関係する場所だと僕ら思うようです。で、もし向こうに行っても戻ってきたのが淡路と、阿波から、まあイザナギイザナミの国海じゃないんですけど、淡路とか阿波ってことは、やっぱりその地域から出ていったもんが何年もかけて戻ってきたと考えるのが、安徳天皇の何かって逃げるときやっぱり、行くときは自分の土地感あるとこ行くじゃないですか。そういうことを合理的に考えると、僕は出て行った方々が帰ってきたっていうのが、私の中ではつじつまが合うんかなと。なぜかというと、その中で特に、伊予の二島の伊っていうのがですね、漢字源という漢字を作ったこの辞書、この漢字源という最近、はい、要、何かあったら漢字の、辞書でもいるんですけど、すごい。いや、これは、この、いろいろ言われる方がおってですね、はい、まあ、端的に言うと、いいっていうのは、こう、優秀な、まあ、なんていう、指導者、宗教家の指導者みたいな方が杖持っとうみたいな感じで、こう、いいっていうのができとうみたいで、いいよの形もいいですね。ってことは、向こうから帰ってきた人たちが指導して、まあ、結構優秀な、書かれ方をしておるんですね。世の中を調和して治めた陰の知恵者とかで、伝説で代表的な、天神とか書いてますので、それを元にっていうのができとんで、中にはそれが、まあもうスパッと言うと、旧約聖書とか聖書の関係する指導者のことじゃないのかなっていう話も徳島で、内々では結構してます。うんうんうん、剣さんの伝説にも繋がりますし、私実を言うとですね、
はい、アークのレプリカをずっと預かったって旧約聖書と同じサイズで作られとんですね。はいはいはい。東京の黒木さんという方が、この方が僕週に1回朝5時起きて聖書の勉強会してるんですけども、うん、その方が聖書を読み解くと泡に来ると。まあほんでこの間5月にも淡路で聖書と古事記を読み解く日本フォーラム淡路島大会参加したんですけども、私古事記はまあある程度知ってましたけど、聖書を読めば読むほど古事記との結びつきが、言ったら古事記が聖書をオマージュにしとんかどうなのかわからないので、結構結びつく強く感じてですね、イザナギイザナミで淡路と、まあ、特徴の三間にイザナギとイザナミのあれがあるっていうのはやっぱりこう向かい合わせ隣ですし、何かしら日本の作った時には淡路島の渦潮鳴門の渦潮を見てから上陸されたんじゃないかなと。そうとこう航路と混ぜるんも整合性とかついつも合うともう勝手に思っております。で、進撃さんが言ったんかな、伊勢神宮伊沢屋の宮っていうのがあるんですかね。あ、はいはいはい、伊勢宮のことですね。伊沢の宮だったんじゃないかなとも勝手に妄想してる。そうなってきたら下空ですね、豊家の、うん、神様、雨の村雲と阿波因部氏が作った渡来氏になったという神道、これも五部書ですからね、モーセ五書ではなくて神道五部書、なぜ五だと思いながらも、やっぱりつながりがあるので、そういうところで深くから関係してて、若干こう隠されているおるのような気はしております。はい、ありがとうございます。僕もですね、その出戻り組っていうところに注目していて、で合わせつっていうところに取り付いたんですけど、その徳島阿波がモットーの大和だったっていう説をデータとかと照らし合わせて整合性を持たせようとすると、古代イスラエルと絡めないと説明がつかないと思ってるんですよ。ですよね。 ありがとうございます、はい、ね、それ言うとちょっと怒る諸先輩方がいらっしゃってですねなぜと、いやもうこんな言うたらいかんすけど、神社だってあちらの旗付けに作っていただいとんですけど、これはシルクロードから来たのかどっから来たのか分からんすけど、絹で稼いで神社建ててやられるとうと思うけど、それがね、やっぱりちょっと諸先輩方多分ですけど、私が聞いたんです、はい、こう勉強会でこう講演古事記のこととかいろいろしても、やっぱりイスラエルユダヤのことがみんな好きなんで聞いてくるんですけど、やっぱりこれをやるとなんかもう収拾がつかんって、まとまらんって、ただどんどん今はこう皆さんが調べれるんで、もうちょっとこうつながりができてくると、私は説明ができてくると思うんですけど、ただ未だですね、はい、まあ、大和国とそれとをくっつけるとも話がまとまらんという方はたくさんいらっしゃいます。逆に言うと僕としてはもうこれがつながってないという方がもう無理があると思って、うんうん、もう正直思って、うんうんうん、そうなんですよね。やっぱりその DNA の研究って、まあ、近年進んでるじゃないですか、はいはい、やっぱり縄文時代、そのさっきも言ってましたけど、赤穂屋の噴火で西日本は壊滅状態になってるので、縄文時代の中期以降はやっぱり東日本が中心になってるっていうのはもう間違いないわけなんですよ、はいはいはい、やっぱここを無視してずっと阿波が元だと、でも神代の代から、まあ、空が、まあ、高間の原で、そこから降りてきたのが、まあ、天孫降臨だっていう、まあ、紐解けるんですけど、そうやって、でもそれをもう縄文の頃からずっと阿波だっていう形にしてしまうと、やっぱり DNA のデータとの整合性がやっぱ取れないんですよね。はいはいはい、はい、うん、じゃあ単純にその天孫族っていうのは渡来系で、まあ、四国とか畿内やっぱ渡来系が多いっていうデータが出てるので、単純にもう渡来系なんだっていう風に言ってしまうんであれば、それはそれで一つ、まあ説としては成り立つと思うんですけど、でもおそらく多分阿波説の方、そういう風に唱えてる方は少ないと思うんですよね。やっぱり天孫族はあくまで D の方であって、でその上でそういった天孫降臨とかっていうのが成り立つっていう、うん、ところを踏まえていくと、純粋なその縄文人からの直系っていうことではなくて、やっぱり同じ D を持った機関組がやってきて、その人たちが最初淡路から阿波でっていう話にしないと、おそらく阿波説が D っていうところには結びつかないと僕は思ってるんですよね。そもそもその山間部に住むってことは少数だったはずなんです、はい、元々はですよね。それでいろんな方が来て味方が増えてから
国譲りしてもらわんといかんというのは思いますので、うん、やはりいやそう考える方が合理的とか自然な感じがするんです。何かこうもはや、まあ、僕私より比べても何十年も研究されてる先生ばかりで、多分心に思うところは若干あるかと、うんうん、そうですね。なので、まあね、山本さん会うたびに そこら辺を整理できればってこう、ね、僕ともよく話するんですけど、みんなが納得できるようにスラッと一本落としていけたらですね、うんうん、本当に面白いと思うんですけども。そうですよね。こんばんはです。どうもありがとうございます。ちょっとじゃんじゃん話を続けちゃってるんですけども、おミャオ族チャン族は D と出てきてますね。ミャオ族ってどこになる？ミャオ族はチャン族もう、はい、近くのところですね。チベット、チャン族、イ族あたりの、中国の南西部あたりの高い山のあたりのとこですね。おっしゃったイ族と徳島のイオの二の島のイはつながりはどうですか？いや僕ねそこはちょっとまだね答え出ないですね。はい、はあ、遺族自体はまあ、その持ってる伝承じゃないや、信仰とか言語的な部分とかで、あとまあ DNA 的な部分でも日本人と共通点は多いっていうのは言われてるんですけど、ただミャオ族とかチャン族はアミシャブの調査でも失われた十子族だって認定されてるんですけど、遺族は出てこないんですよ。ああそうなん、はい、だからそうすると遺族自体は、まあ、イスラエルとは関係なくて、ただまあハプログループ D っていうところでの共通点があるだけで、アワの E とはちょっとまた別なのかなと遺族に関しては思ったりはしてますね。で大昔の中国の陰とか州とか和人が作ったみたいな話もあるんですけども、はいはい、この辺はどう思われるの？まあ、そこがチャン族、強族が絡んでくると思うんですけど、もしかしたらそれはもう出戻りなのかこっちから行って作ったのか、ね、ここがねややこしいんですよ。ちょうどね僕も次そこら辺を入れようと思ってるんですけど、ハプログループ D でもそのアフリカからまあ東に向かって移動していくときに最初にチベットあたりに残った、D 系統の人で、そこからさらに東に向かったグループで、そのうちそのアジアのこう南の方にアンダマン諸島っていう島があるんですけど、そこにもハプログループ D が色濃く残ってるエリアがあって、でそこからさらに東に向かって最終的に日本列島にたどり着いた。でこのなんか3つぐらいに D 系統でもこう分かれてるんですよね。チャン族とかのあたりを見るとほぼほぼ大半はそのチベットに最初に残った系の D が多いんですよ。でそうするともう4万年前ぐらいに日本の、縄文人の D とは分かれているはずなので、そうすると別系統ってことになるんですけど、ただごく少数だけ縄文人と同じ D 系統がやっぱ出てくるんですよ。で逆に日本人の方にもその縄文人と別系統のそのチベット系の D がほんのわずかだけ出てくるらしいんですよ。ということはやっぱりその日本にたどり着いて縄文人になった一部がそっちの大陸の方に行っていたってことにもなるし、逆に言えば何らかのきっかけがあってチベットとかあっちの方にいた親戚筋の D 系統の人たちが日本列島にやってきたっていうことにもなるので、それがどういう経緯で何をきっかけにやってきたのかっていうところを推測していくと面白いかなと、うん、でこれは今 Y ハプログループの話なんですけど、母方のミトコンドリア DNA からも紐解けるわけじゃないですか。でそのミトコンドリア DNA とかで結構チャン族 と、日本人に共通点がやっぱあるらしいので、うん、だそういった意味からもやっぱチャン族なりその近くの周辺の系統の人たちがやっぱ日本に来てるっていうのは可能性としてはあり得るんだろうなと、うん、でそのチャン族がやっぱり古代の中華に大きくやっぱ関わってて、それこそ僕も始皇帝とか呂不韋とかがそのチャン族から出てるって、まあ、動画を作ったんですけど、でそれそうすると徐福の渡来伝説っていうのがあるので、その徐福の渡来伝説のタイミングでチャン族のグループが一緒に入ってきてる可能性っていうのもまああるかもしれないですし、いやうん、でもやっぱりチャン族にも失われた十子族のなんかマナセ族っぽいんですよねそっちは。ってなるとやっぱその十子族系の流れの中でそこにくっついてチャン族の一部がこう一緒に入ってきたっていうような可能性もあるかなとは思いますし、いくつかの流れをこう同時進行で考えていく必要はあると思いますね。いやこの新人さんあげたら、あ、ひーちゃんかな、マナセとエフライムがまあ来てると可能性がある。これ、まあ、十子族ですけど、直接じゃなくてヨセフか誰かが
ですね、間におったんで。そうですね、ヨセフの子供ですね。それが、なんて、十種族の中だったら、やっぱ上位、エフライムとかが上位になるんですね。ですね、これ、要は、北の十種族と南の二種族に分かれるじゃないですか。はい、で、そのダビデとかソロモンが、南のユダ族型だから、そのユダ族こそが正統だっていう形に今僕たち思い込んでるんですけど、そもそも論で言うとヤコブが天使と相撲を取って、はいはい、天使からイスラエルっていう名前を与えられたわけなんですよ、はいはい、その天使から与えてもらったイスラエルっていう名前を引き継いでるのって北の十種族側なんですよそうですね、はいはい、でその後にそのダビデとかソロモンが出てきたり、あとそもそもあの十種族はいなくなって向こうに残ってるのってそのユダ族がメイン でその彼らがユダヤ人って呼ばれていくようになっていくので、だそういうのもあってそのユダ族側があたかも正統で中心っていう風になってるんですけど、実は本当は北こそが十種族側こそがイスラエルなんじゃないかっていう話なんですよ。でそうするとそれを率いてたのがマナセとエフライムに、そこに長子の権利が跡継ぎの権利が、はい、言っているの でその二種族が D だったっていうことになってくると、やっぱりその D の人たちが入り込んでいて彼らが指導して十種族側を率いていたんじゃないかと。はい、あの結局南ユダの方がこう戒律が厳しかったという話けど、十種族の方はこれやっぱりもうちょっと緩やかだったんですね、はい、まあ、端的に言うと信教でなくても許してもらえたのかどうか、うん、さんの YouTube で見たかな、うん、あ僕ですねそれは、はい、でもなんかあのそれで言うとおそらくですけど、あのユダ族も含めて結構古代まではあの古代とか、はい、そもそも緩かったっぽいですね。でその中でも、まあ、若干一神教寄りというかがユダ族で、もうちょっと多神教寄りだったのが十種族 でそれがその、バビロン捕囚なんかで、はい、捕囚されて奴隷にされて、さらに自分たちの国を失っていく中で、その自分たちのアイデンティティを保つためにもう神はヤハウェだけだと、でさらにこれもダメあれもダメって戒律が厳しくなっていきっていう歴史の流れみたいなので、そもそも滅亡する前っていうのはそこまで厳しくなかったんじゃないかっていう風にも言われてますよね。今すみません、僕はいろんなのが整理整頓されます。あ、じゃあハタシも、イスラエル系だって言われてますけど、じゃあその淡路とか阿波に入ってきた最初の系統とは別だと僕は思っていて、はい、あのそれは段階できて、はい、そういうことです、はいはい、そうなんです、まあ、少なくとも紀元後なわけなのでハタシは、はいはいはい、でそのやっぱ中央アジアに月氏とか柚月っていうのが残っていて、やっぱそこから来てるっていうところを考えると、やっぱ3世紀4世紀ぐらい、うん、でそうするとやっぱね、先ほど山本さんが言ってたイザヤとか確実に紀元前500年600年ぐらいの話なので、まあ1000年ぐらい開きがあるわけじゃないですか、うん、なのでもう1000年も差があるので、仮に十種族側だったとしてももうユーラシア大陸をこう行ったり来たりしながら、まあそれこそ言われているようにそこで原始キリスト教とかに改宗をして、で十種族側の地とか信仰も一部持ちつつも、もう1000年の間に別のこう信仰とかを思っていて、でその上であの入ってきているっていう流れがあって、まあ僕は、まあ、それだけではないと思ってるので、まあ、さっき言ったみたいにチャン族が関わってるとしたら、ジョフクとかもそっち系の可能性もありますし、いくつかなんか多分その、はい、系統あると思ってますね。もうそれはおっしゃる通りで、時間差があって、これまあ皆さんの YouTube で見たら、僕どうしても僕はかなり自分でもなんか三国志とか、うん、はい、キングダムとかマニアのように結構好きなんですね。僕の昔好きなんですけど、どうしてもジョクの捕らえが何だ何千人で来とうっていうのがなかなか自分の腹の中をしてこんで、はいはい、勉強が不足した。ジョフクは始皇帝の流れだったらちゃんと強族、はいはい、ジョフクはどんな立ち位置で日本に来られて、まあ、あの始皇帝から言われたから、あの僕は新社を探しに来たと勝手に思うんですけども、永遠の命、うんうんうん、その辺はどう思われますか？あ、どうでしょうかね。今この辺をね、いろいろ考えてるとこなんですけど、ただ、東に蓬莱山があって、はい、不老不死の妙薬があると、はい、でも紀元前200年ぐらいの話なわけじゃないですか。ですね、うん、なのであれってなんかもうその伝説の島で、はい、神の島があたかも東の海の向こうにあるみたいな風な話になってるんですけど、もっとリアリティのある話だと思うんですよ実際は、はい、東にやっぱりそういう国があって人々が住んでいてっていうのを始皇帝はもちろん分かっていて、それが何かも分かっていて、分かって多分ジョフクを使わしてると思うので、いやでも東だったら日本ぐらいしかなかなか思いつかんですけど、だからそれを多分分かってた
と思うんですよ。そんななんか蓬莱山があって不老不死の薬があるって聞いたことがあるぜみたいな、そんな話ではなくて、もうそこにまあ言ってしまえば、まあ、同族と言っていいのか、なるほど、はい、がもうたどり着いてると。で情報交換があって素晴らしいぞと言われたら行って取ってこいって話になるんですね。はい、かもしくは情報交換がなかったにしても同じくやっぱりイスラエルの方から移動してきた、ルーツを持ってる先祖がいるから、やっぱ東の方にその島々にイスラエルの民はってこう旧約聖書にもやっぱ書かれていると、うんうん、いうことはもうやっぱその別々にいろんな流れで移動していた人たちもそれぞれみんなやっぱそれは持っていて、うん、とすると、まあ、中華で一つ天下を取っても最終的にたどり着く場所はここじゃないぞと、もっと東にいいとこあるぞと、はい、神からお告げを受けている島々があるはずだと、そういうので向かっていた可能性はありますよね。まあ、他の YouTuber さん、課長さんとかも、まあ、聖書とか旧約聖書とかにはその東へ行けと、東へと、そしたらイズル国と聖徳太子言ってますけど、この一番に朝日が当たるのがやっぱ日本になるんですかね、形なんかみたいですね。僕も直接見たことないですけど、なんか宇宙から見るとやっぱり一番最初に太陽に照らされるのは日本列島らしいですね。でもこれを昔からやったらもう宇宙人が地球に来たとしか思えんぐらいなんですけど、なんか、ね、はい、四五線っていうんですか、四五線っていうんですかね、はいはいはい、明石日本にあって、ほんでこの漢字の明石ってもともとここがスタートの明石だっていうのから明石って変わったと、この間鶴井さん、マイスターの相原住職おっしゃってました。昔よりちょっとずれたらしいけれども、これでもこうなんじゃ、うんうん、いやそうなんですよね。あんまりと僕はどえらいラッキーとかどえらい国に住んでますね。いやそうなんですよ。だからなんかそれが当たり前すぎてもうほとんどの日本人気づいてないんですけど、奇跡のようなとこに多分住んでるんですよ僕たち。水もいっぱいあって木もいっぱいあって、うん、これがほんまに木がない枯れ果てた砂漠に生まれとったらちょっと苦労多そう、うん、これはありがたい話ですね。逆に言うとそういう場所だったから1万6000年以上前からの縄文時代がいち早く世界に先駆けて始まったんじゃないかって思ったりはするんですよ。いやかつですね、明らかに縄文土器とかめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。はいはいはい、なんかちょっと言い方悪いんですけど、その後の文明よりか全然なんていうか進んでた時代あれですけども、うん、センスありますよね。センスあります。古代の方が、うん、大昔の方が今でも建てれん、まあピラミッドはじめ今でもなかなかできんってことをどうやってやったんだろうと思いながら、うんうんうん、ほんまにこれは何かでもこう今日せっかく新人さんの話するにこのこう一歩した、はい、やっぱり明らかにね、まあ、行って帰ってきて帰ってきた人たちの日本の最初の国体を手伝っていただいたってことを無視しては日本が泡が語れない。これを道筋つけたいんですけども、うんうんうん、やっぱり私はここは徳島ってやっぱ石組みの古墳が多かったり、石区といえばやっぱりキリストじゃないんですが、あっちとまだとはずですし、エリコーヘンさんも来られて見るときに石の組み方ごつ言ってくれましたので、うんうん、素晴らしい、似てるよ。なんなら古神道って言われるね、古神道って岩倉祭祀じゃないですか、はいはいはい、あれってなんかこうあたかも縄文からの信仰みたいに言われてるんですけど、僕古神道は縄文じゃないと思ってるんですよ。なんなら、はいはいはい、石ですから、ね、石を拝んでますから、古神道こそがその最初に向こうから戻ってきた人たちの信仰なんじゃないかって僕は思ってるんですよ。うん、でそこに要は1000年ぐらい時間をかけて紀元後に入ってきた、まあ、畑氏とか柚木のグループが、まあ、稲荷神社とか八幡神社とか今の神社につながる形態を要持ってきてるわけじゃないですか。要するに、うん、石の御神体の前に神社建てていったみたいなもんです。そうなんです。なんかやっぱ重なっているので、僕は個人的にはね今のところそういう風に考えてまして、福島に、うん、丹田古墳って石組みの古墳があったりですね、福島、うん、やっぱ石の文化結構川の青石で機内もお墓作ったりしてますし、神社を持って行ってますし、今でも、まあ、伊勢神宮のお白石は吉野川で開ってますし、うん、真形の味覚赤い石、徳島三社と三村先生がいつもおっしゃります。うんうん、石っていうのは徳島結構、ね、あの州ですかね、阿波から行って、はいはい、滋賀の入って熊本城の石垣とかも直しとって、初代社長っていうか、阿波から行ったっていうのは阿波人はみんな言ってますので、これ石が得意なメンバーなんですね。そうですね。だから、まあ、僕戦国時代も好きですけど、まあ、阿波から畿内に行って、信長より最初に天下取ったのが三好じゃないですか。はい。でよくそのよくある日本のお城石垣組の天守閣があって、でなんか織田信長が最初に作ったみたいな風に言われてるんですけど、
実はもう三好長慶が信長に先駆けて石垣のお城作ってるんですよ。で信長はそれを真似して作ってるんですよね。見ました、はい、そうです。見ました、うん、だそれってやっぱりそう阿波からの石工の技術集団がいて、はい、最初にやっぱあの石垣組 の城を作っていったんじゃないかって僕は思ってますけどね。ある石でこう上手に組み合わせたり削ったりする技術がいるって話ですから、そう考えるとそういう技術集団がいた、うん、だと思いますね。だからそんなところまでこうつながっていくような気はしてますね。いやー、なるほど。結構こう阿波の動画とかいっぱい作ってると一回阿波から外れてみるといろいろ見えますよみたいなコメントとかたまにいただくんですよ。いやコメントありがとうございますって思うんですけど、いやただ申し訳ないけど調べれば調べるほど阿波に行っちゃうんだよなっていう個人的な。いやもう気づけば1時間だ。え、山本さん時間大丈夫ですか？24時間大丈夫です。あ、じゃあ24時間耐久で話しますか。じゃあ次行こうと思うんですけど、はい、ここが多分その一つの流れにするのが一番難しいところだと思うんですけど、出雲ですね。出雲ですか。はい、阿波は海側東側の方が出雲と、いのつの面と書いて出雲と言われていると。で実際に、スサノオ、大国主、それから琴城主あたりもいっぱい神社とか阿波にありますし、でもやっぱり一般的に出雲って言ったら島根の出雲なわけじゃないですか。で、まあ、実際問題あっちの島根の出雲の方にも弥生時代とか遺跡はやっぱあるので、たくさん剣とかも出てきてますし、ということはあっちにもやっぱ集団がいたのは間違いないはずで、でその辺をこうどういうふうにこうまとめていくかっていうところが今自分でもこういろいろ整理してるんですけど、でいわゆる出雲系っていうのもいろんなこう士族、いろんなこう神様いて、この人も出雲系、この人も出雲系みたいな言われてるじゃないですか。この辺をね、こうどうやって整理していこうかなってとこなんですけど、山本さん今その辺どんな風に考えてます？僕の中で今2つぐらいあるのも、1つ目はやっぱ演技式、927年の演技式では式内書で、まあ、出雲の神社のこと書かれてますけども、確か古事記出して不時記出せよって言って、その間に急いでそういう、だってそもそも出雲の国の出雲国不時記にスサノオも大国主の登場戦とこう、でももちろんご存知の出雲大社も1900何年ですかね、日付大社だって、もちろん、うん、豪族がいらっしゃって、町はあったんです。ただ、前回のクイズのように、出雲のね、インベ、玉造りのインベっていうのは、僕は阿波から行ってるというので、あそこを開拓したのも阿波だと思ってるんですが、日本海で大陸から近いんで、いろんな人が来て、いろんなことはあったんだろうなと思いますし、確か出雲博物館か何かの発行物、出雲三村さんが持ち歩いてるんですけれども、出雲という地はここだけでありませんって、出雲博物館が出してますんで、うん、私は比較的新しくて、古事記が出されてから風土記を書き直したと、私は勝手に思ってます。今、出雲風土記残ってますんでね、確か。先生、正解お願いします。ちなみによくそのインベとアマベ、モノノベあたりのこの共通点みたいなのも言われるじゃないですか。でそうすると元出雲ってむしろ出雲大神宮っていうのがあって、これが出雲の元じゃないかみたいな、で辺ってやっぱ天部氏のこう領域になってくるので、その辺ってどうですか？もうすいません、言うていいですか？はい、もう出雲は命、徳島の沿岸部ってずっと3年ぐらい叩き込まれて、まあ、そういう脳にはなっとんですけども、猪津城、八塚の建てた最初猪の城で猪津城とか言ってたんで、出雲っていうのはいいから始まってあったんだろうけど、これがどこだと言われると、もう神社が建ってる阿南だったりですね、うんうん、あっちと思われるぐらいしか、僕も、まあ、やっぱり頼る式内社になるんですね。神様、古代の神様とのつながりある御祭神の神社が多いですので、それでもちろん出雲の神様も徳島におると、うんうん、で言うていきましょうか。はい、言っていきましょう。出雲国不時記に、はい、例えば乃木社って書かれとんですけども、演技史920年やったら乃木社にいます大名淵神社に名前が変わっとる、うんうん、藤名神社も700何年出た不時記の次に900年の間に藤名神社が藤名大名淵神社に名前が変わっとって演技史に載っとったりしますので、三霊社が大名淵神社、出雲郡では変わってるっていうのが結構
ああ、そうですね。伏せの小豆社が、伏せ社、小豆社、雨の若彦神社に、演技式の時に900年の間、ほぼほぼ名前が変わってますっていう。いや、でもね、本当に一つの流れに作っていく上で、この出雲ちゃんと説明しないと、っていうのはずっと思ってて、なんで僕ね、今のところ出雲系の話に触れてないんですよ、自分のチャンネルで。まだ確固たる、あれを研究中なんですか？そうですね。なんか実際にやっぱりこう、現地にも行ってみないとわかんないなと思ってるので。